皆さん、おはようございます。ダイナミアクーバー、ケンゲタクです。ケンゲタクの東京2020、東京、日本のお家芸といえば、やはり柔道です。やはり柔道団体は初めて導入され、惜しくも銀メダルでしたが、実は個人の柔道すごかったです。谷良子選手、前は田村だけど、現在谷さん、巨人でオリックスで活躍した谷さんが結婚して、まあ、すごいです。谷でも銀っていう、ああいう名言出ましたね。まあ、メダル、本当に意識しますね。あと、国会議員やられたそうですね、谷良子さん。これが名場面です。あとは、柔道他にも、まあ、篠原慎一さんや、小川直也さんとか、オリンピック3連覇達成したのは確かに野村忠宏さんですね。はい。本当に強いですね。はい。見てて。あとは、まあ、リオオリンピック、メダルがちょっと少ないですね、金がちょっと。そんな中、野獣こと、松本香織さんが金メダル取ったのがすごいですね。はい。野獣。敗退してしまったのはリオでした。その時に引退してしまったんですね。あとは男子はまあ、大野将平さんやまあ、原沢さんも頑張った方ですね。金メダルの方は大野さん。あと、安倍兄弟もすごかったですね、やはり。びっくりしましたね、皆さん。驚きですね、はい。あとはまあ、柔道の名場面いろいろあるけど、ウルフアロンさん惜しかったですね、はい。あとはまあ、柔道はまあ、ルールはお分かりかなと思いますがね。まあ、いろいろ、VAR、ビデオアシスタントレフリーというか、リクエストのチャレンジもありましたね、柔道でも。いろいろ導入されてますね。柔道の名場面、本当に驚きが隠せない状況でございます。はい。いろいろあってですね。はい。確かに日本のお家芸でございます。はい。メダル多いです、比較的。はい。というわけで、柔道の名場面でした。バイバイ。